何ビビってんだ。動いたら顔に刺さっちゃうぜ。お願いです。もうやめてください。バーカ、泣くなって。罰として4人同時に投げてやるぜ。せーの、やめなさい。あんたたち、ナイフなんか投げてあの子に刺さったらどうすんのよ。誰？お姉さん関係ないでしょ。残念だけど、それが関係あるんだな。覚えてるでしょ、ヒューが言う。私の弟よ。あんたらにいじめられて死んだ。知らねえよ、そんなやつ。あ、そう。覚えてなくても優が地獄であんたを待ってるよ。てめえ、ぶっ殺し。情けない声出さないでよ。男でしょ。手くらい切られても死んだりなんかしないわよ。だって私だって刀でさ。大丈夫？もう安心だからね。人殺し。そうよ、私は確かに人殺しだ。だけど半年前までは
左手で弟を抱きしめることもできた。普通の女子高生だった。行くよ、よしえ。よし、ちょっと待って男の子だったら私恋しちゃうかも。やだ、女の子にモテてもしょうがないよ。でもそうでもなさそうだよ。何が？だって年下のおかげが見に来てるみたいだよ。モテてる。しかもあんな可愛い子で羨ましい。バーカ、あれ弟の言うよ。すごいね、姉さん。あんなにバスケットが得意になって知らなかったな。いつも家でゴロゴロしてるのにな。うるさい。で、今日は何企んでるの？ヒューが私を待ってる時は、だいたい何かあるんだから。必ず返しますので、新発売のゲームを買うお金をください。やっぱり。ダメよ。うちにはそんな無駄なお金なんてないんだから。姉さん、お願い。本当に欲しいんだよ。掃除も毎日するから後片付けもするよ。姉さん、ねえ姉さんから。本当ね。ゆうくん、たけしくん、いくら持ってこれた？母ちゃんに隠れて1万円が限界だった。そうか、僕もだ。怒られそうだな。うん。すいません、ヒューガです。です。失礼します。すいません。金は持ってんなら早く出せ。約束の金も半分もねえじゃんか。おい、おいで。その金どうやって手に入れた？姉に頼み込んで借りました。じゃあ明日までにもっと借りれるな。20万だ。金がないならお前の姉貴に父さんの経営する風俗で働いてもらうからな。そんな、あれは関係ないじゃん。来るな、来るなよ。誤解するなよな。俺は別に金が欲しいわけじゃないの。お前らが苦しむ姿を見て楽しみたいんだ。てっぺ、こいつは小物だけどずる賢い。藤井亮太、こいつは卑怯なやつだ。一番許せないのはリーダーの木村翔。朝だよ。起きな。あれ、早くしたんだ。うんうん。今日の朝ごはんは唐揚げだよ。揚げたてでうまいんだから。あっちあっち。あっち。ちょっと、何よその顔。転んだ。そんなわけないでしょ。ちょっと待ちなさいよ。ゆう、本当のこと言いなさい。わ
分かったよ。喧嘩して殴られたんだよ。いじめられたとかじゃないのね。違うよ、僕そんな情けなくないよ。クラスのやつにムカついて殴ってやった。しゃっ、あっぶな。やったね、手加減しないからね。もう意味のない暴力はしちゃダメよ。父さんもそう言ってたじゃない。ああ、うん、暴力は何も生まないわ。誰かを傷つけるだけよ。その辛さは私と優が一番分かってるじゃない。父さんたちが殺人容疑をかけられて自殺してから私と違ったよね。もう大事な人を失いたくないって、これからお互い力を合わせて生きようって。どんなことがあっても私が優を守るからね。お姉ちゃん、いいか、翔。本日も我が服部半蔵一族の名に恥じぬ生き方をしろ。分かってるよ、父さん。我らはヤクザとして生き残った現在も、忍者としての誇りを失ってはならん。隙を見せるな。隙を！以外は敵と思え。敵すなわち奴隷と思っていいんだね。そうだ。刃に怯えるな。そして刃で相手を潰せ潰せ潰せ。見事だ、さすが我が血が宿っている。さらに親子の血を深めてやろう。血の杯が俺の血を飲んで絆を深めるんだ。飲め、もっと飲め、飲め。翔、お前がいる限り我が一族は続いていく。俺の宝だ。旦那様、朝食の準備ができました。おい、お前新入りだな。神聖なる親子の儀式の邪魔をしよって、てめえ、うんうん、おっちゃん、いってらっしゃい。いってらっしゃいませ、うん。おはよう、母さん。何してるの？あ、おはよう。このお手伝いが粗相したからお仕置きしてたところよ。行ってらっしゃい。うん。行ってらっしゃい。本当に使えないお手伝いだったわよ。バイバイ。いってらっしゃいませ。どこ行く気だよ。学校は逆だぜ。約束の金は。何しとんじゃこら。どこ行くか。ちょっと来いや、ほら。おい、おい、やってるか。
こんにちは。すいません、たけし君いますか。おい、ちょっと誰だよ。ったくもう最近のガキはろくに挨拶もできねえんだから。ミキ、今の子知ってるか。ミキ。ああ、なんだって。ああ、怖いよ、怖いよ。あいつらか。バカ、僕だよ。やばいよ、こっから早く逃げよ。どうしよう。早く。あんたたち何やってんの。たけし、何の用だい。すいません。母ちゃん、こいつは友達のヒューガ・ユウくんだよ。ああ、あんた、ここらで噂になってる人殺しの息子だね。違います。父さんは無実の罪をかぶせられて自殺したんです。そんなこと知らないよ。とにかくうちの子に構うのやめてとっとと帰りな。たけし、たけし、たけし、あんたどこ行くの。戻りなさい。たけし、行くよ。よし、頑張って。あ、すごい、もう内緒。さすが亜美ってさ、ゆうくんと仲良くて羨ましいな。いい子そうだし、苦労がなくていいね。そんなことないよ。わがままでどうしようもないんだから。やばいよ。よしえ、ちょっとごめん。ちょっとアミ、もうどこ行くのよ。もうごめんなさい。おい、姉ちゃん何や、われこれ。おい、急いでるの。あと、ちょ待てや、これ。やめてください。急いで待って。やめて。上がってくれや。どういうつもりだよ。約束破りやがって。ヤクザの息子が舐められるとどんなに屈辱わかる。姉ちゃんねえよ。お前らで食べても面白くないや。やっぱユウの姉貴おもちゃにしよっかな。胸でかくて可愛いんだって。探せば。はい。姉ちゃんには、姉ちゃんには手を出すな。この卑怯者、切れさせたわね。もう手加減しないわよ。なんだこれ。おい、おい、やめてこれ。だけもやめてこれ。強いな。姉貴も強いのか。そうだ、もっと強いぞ。じゃあもっと鍛えてもらうべきだったな。たけし君大丈夫。いや、怖いよ。うるせえ。ああ。
じゃな。あお姉ちゃん、ユウ、ユウ、ユウ、何だろうこれ。あんたは？私はユウの姉です。タケシさんの件は何て言ったらいいか。何の容体？警察は自殺として片付けようとしてます。でもどう考えたって他人の手で殺されたんです。何か手がかりを。やめとくれよ。被害者仲間になんかされたくないね。いいかい、あんたの弟がいなかったらうちのたけしは巻き込まれずに済んだんだ。そんな、お前たちは人殺しだ。お前たち殺人一家は周りを不幸にするんだ。やめろ。とっとと帰れ。ミキ、父さんも私も人殺しなんかしない。ユウが死ぬわけないわ。死ぬもんか。誰がユウを追い詰めたのよ。誰が殺したのよ。ごめんなさいね。
朝から天ぷらなんてお口に合うかしら。弟さんの事件には胸が締め付けられますね。僕も友人として悲しかったです。りょうたさん、グループのリーダーは誰なの？りょうたはそろそろ学校なんで、この辺で。待って。では行ってきます。ごゆっくり。で、あなたは牛の亮太が弟さんをいじめたとでも言いたいんですか？この日記が証拠です。一緒に警察に出頭してもらいたいんです。バカな貴様！我が家はね、祖父の代から警官一家なんだよ。ヒューガさんだ。あんたの親父が人殺しだってことは調べがついてるんだ。うちの息子に変な言いがかりをつけて何が欲しい？この人殺し一家！何ですって？万が一よ、いじめがあったとしてもあなたの弟さんに問題があったからじゃないの？あんまりね、責任をなすりつけないでいただきたいの。やめてください。私は冷静に話し合いたいんです。話などできん。貴様のようなアバズレは警察に叩き込んでやる。しみり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 やめろ。ガタガタ叫ぶと首切るからね。ゆうへの謝りの言葉と誰がリーダーなのかさっさと言うんだよ。知るもんか。ゆうよ、リーダーはヤクザの息子木村翔だ。木村翔。苦しい、人殺し。
人殺しは何があってもやってはならないと信じてた。だけどあんたのご両親から学んだよ、時と場合があるってね。停電かしら。仲良く地獄で切腹しやがれ。母さん、リンスがないんだ、持ってきてくれ。旦那さん、変わったリンスでもいいですか。お前まさか。美味しいわね。梅雨代わりのそばで。悪かったな。あんた新入りの板前だろ。はい。子供いるか。いいえ。子供はいいぞ。俺みたいに散々手を血で汚してきた男でもな、子供は必要としてくれんだよ。翔は俺の全てだ。
命と言ってもいい。それをてめえは傷つけやがって。指一本詰めて詫びれてもらおうか。え、お許しください。あなた、それは間違ってるわよ。もう、いつもこれなんだから。本当にごめんなさいね。爪が甘いのよ。翔也の浴びだったら指五本詰めても足りねえや。元関東や十連合のすみれさんなめんなよ、クソいたまえ。そんな。命を捨てるのが嫌なら料理人らしい詫びを入れてもらおうか。ああ、すみません。ん？道を尋ねたいんですけど。どこ行きたいの？木村翔はどこなの？木村のガキのところへ案内しな。さあ寿司食えよ。好きなだけ食えよ。さあ食べて。いただきます。自分の指はどんな味？明日から新しい名前呼ばないとね。トイレ行ってくる。木村翔か。なんだよお前。なんだ今の音は。翔！なんだお前は。近づくとこいつの首切るよ。私は死ぬのは怖くない。こいつさえ殺せればね。無理だね。僕を殺せるわけないよ。なんだと？逃がすか！だけどな。どうなるか分かってるわよね。ゆうの姉ちゃん残念だったね。もうちょっとだったのにね。
やけどと刀で腕がもうボロボロだよ、お嬢さん。我が服部一族は捕らえた敵をすぐには殺さん。一生分の地獄を味合わせてから殺す。頭がおかしいのは、このバカ息子だけかと思ってたけど、あんたら全員どうかしてるよ。綺麗な指してるじゃねえか。強い女のものとは思えないな。切れろ切れろ指切れろ。服部半蔵様、この女に苦痛をお与えください。今のは我が家族三人分の怒りだ。だがまだ終わらん。半蔵様の怒りを喰らえ。面白いんだよ。だからあんたは爪が甘いのよ。一気に蹴りをつけなさいよ。おめえは俺のやることに一時うるせえんだよ。痛み止めを打ちに来てやったぜ。組長のせめてもの優しさだ。しかし明日にはバラバラになっちまうなんてよ。もったいねえ体だぜ。この高速具の鍵を出しな。早く。なんだこりゃ。くそ、あの女逃げやがったか。おいおい、やめた。どうした。あの女が。あの女どこ来やがった。だからあんたは爪が甘いのよ。あの女出しちゃ浮かないからね。
無理すんなよ。徹夜で仕事しても能率が下がるだけだぞ。俺は変わるよ。やめとくれよ。ずっと仕事していたいんだよ。ちょっとでも手を止めると頭にたけしの顔が浮かんじまうんだ。そっか。おいミキ、誰か倒れてんぞ。おい大丈夫か。おいミキ大丈夫か。おいこの子は。あんた本当に大丈夫なんだろうね。ああ安心しろ。俺は医者の息子だぜ。暴走族時代は喧嘩で怪我した仲間の手当てしてやってたよ。お前もな。ねえあんた、意識が戻ったらこいつを追い出すんだろうね。妙なことに関わりになるのはごめんだよ。たけしが死んだことと関係があってもか。きっと真相に迫ったからこうなったんだろう。外に返すのは危険だ。ちょっとうちにかくまうつもりかい。やだね。この子には恨みはないだろう。おい大丈夫か。あんたは突然あなたが日向亜美さんの大親友だとお聞きしたんですけど、亜美さんこちらにかくまっていますか。知りません。かくまってなんていません。私何も関係ありません。亜美なんて子知りません。知りません。悪かったね。やっぱりここじゃないか。じゃあ口封じだね。女子高生とやれるなんてめったにねえからな。どこへ行きやがった。片手があんなら握り飯ぐらい食えんだろ。ほらねえ、さっきの話は本当なんだろうね。たけしがヤクザの息子に殺されたって。嘘だったら腕はなくならないさ。一体どこのどいつなんだい。教えてくれよ。うるさいね。私に関わるのは嫌だったんじゃないの。助けてやったのになんだいその態度。
あんた前に被害者面するなって言ったよね。その言葉返してやるよ。やりやがったね。おめえが片腕だろうが容赦しねえぞ。おい、何やってんだミキ。その子はまだ完治してないんだぞ。止めないでください。体がどんなにボロボロでも今けじめをつけておきたいんです。大事なものを失った同士の戦いさ。負けたら血みどろだよ。負けらんない。体がどんなになるとも死しきるまでは優に申し訳が立たない。私だってそうさ。たけしを守れなかった自分に腹が立つんだ。大丈夫？アミ、あんた片腕のくせにやるじゃないのさ。手加減なしのその根性気に入ったよ。あんたの敵討ち私にも手伝わせてくんないか。人殺しの仲間になるんだよ。いいのかい。私の敵討ちでもあるんだ。それに人殺し以外で復讐の方法があるなら大学の先生から教えてほしいもんだね。キュー、キュー、キューバアミちゃん、その体だと戦いづらいだろ。俺が新しい腕を作ってやるよ。鋼鉄の腕をな。そのまま、はい、避ける、はい、避ける、はい、落とす、もう一回いく。突き、膝、フック、裏、はい、避ける、避ける、落とす、はい、もう一回。そんなんで弟の敵取れると思ってんのかい。弟さんが浮かばれないよ、このバカタレが。これは前に進む特訓なんだよ。さっきから1ミリだって動いてないじゃないか。ほらもっとだよ。ほら、いい笑顔じゃないか。その目だよ、覚えとけ。何ですか。木村さんだったら最近引っ越されましたよ。え、どこに。そんなこと知るわけないでしょ。でもヤクザがいなくなってほっとしたわ。ありがとう。
スグルさん。ああ、アミ。あと少しで完成だよ。ありがとう。何から何まで。これからも女房とは仲良くやってくれ。え？あいつはもう子供を作れない体なんだ。それを失った痛みを俺は何一つ受け止めてやれなかった。だけど亜美、お前と出会えたことであいつはきっと救われたんだ。だからこれからも頼む。分かった。亜美大変だ。木村一角つらかったみたいだよ。なんだって？あいつらなんか企んでるよ。おい、なんか変な音しないか？あんた早くマシンガンを。分かった。落ち着け落ち着け。私の家って想像通り汚ねえんだな。すいませんが、うろちょろするのやめてもらえます？あんたらの家族は勝手に死んだんだから逆恨みしてほしくないんだよね。正直うざいんだけど。あいつ絶対ぶっ殺してやる。クソガキが。やるがついたみたいだね。ちきしょー。入った。やった。できたぞ。完成した。アミ、受け取れ。Thank you.
許さない。誰が殺したんだ。お気の毒に。私はお子さんたちを誰が殺したか知っていますよ。ご協力いたしましょうか。どこ逃げてきても無駄だ。組長はすぐにお前らの居所を見つけ刺客を送り込むはずだぜ。私は逃げてるんじゃない。復讐のチャンスを待ってるだけさ。強がってねえでよ、飯食れや。腹減っちゃったよ。腹減ってお前を殺したら木村の居場所が分からなくなるから、今は食わせてやるよ。握り飯だよ、食え。ほら、ありがとうよ。でもその優しさがお前の弱点なんだよ。ようこそいらっしゃいました。皆様のお子様が理不尽に殺されたことは存じております。皆様の仇は必ずここに来ます。私はあなたたちの復讐の手助けをしたいのです。
あの女どもを抹殺するのです。木村たちの居所を聞き出したのかい。早くあいつらをぶっ殺してやりたいんだ。ミキ、ミキちょっと見せて。やっやっひどい傷が腐り始めてんだよ。早く手術しねえと死んじまうぞ。ミキ、この体じゃ戦うのは無理よ。近くの病院で手術してもらおう。ちょっと待ちなよ。私に残れっていうのかい。冗談じゃないね。旦那やたけしの仇を打てずにのほほんとしてられるもんか。ダメよ。ミキ、私はあなたに死んでもらいたくないの。復讐に行って死ぬのは私一人で十分よ。だから死んじゃダメ。私は大切な人ばかり失った。何も希望がなくなった。でもあなたに出会って誰かを守ってあげたいっていう気持ちを取り戻せたの。ミキ、この世で大切なのはもうあなただけよ。アミ、ありがとね。だけど私は旦那とたけしを失ってもう死んだようなもんなんだよ。木村たちを叩きのめさないと永遠に成仏できないんだよ。アミ、アミ、頼むから頼むから私をちゃんと死なせてちょうだい。ミキ、さあ時間がないんだよ。木村たちはどこに隠れてるんだい。言わねえよ。頭を砕けてはいるもんか。ああ、そうかい。おい、なんだお前、ふざけんな。やめろ、やめろ、やめて。刺さった。首を使うなんて卑怯だぞ。このぐらいの卑怯は我慢しない。こっちは命を懸けるんだからね。ミキ、一緒に行こう。木村を倒し地獄だ。皆さんの恨みを昇天させるのです。地上版ギリの俺がリードシュドマリリミドロモバシャメリヤタマラバシリヤモバシュドモシュドメリジジノマロモシュラバイロカチュドマラシュドモシュドマリリノモハリ。
一の岡神社ってところにアジトを構えているんだ。一の岡神社？この先が一の岡神社なんだね。アミ、マシンガンがダメになった時の武器はこのリュックに入れてあるからね。マシンガンの弾も残りわずかだよ。替えはこれさ、この中の弾の威力は最強さ。今までのものと全く違う。ただしとどめの時にしか使うんじゃないよ。パワーがありすぎてマシンガン本体までぶっ壊れちまうからね。スグルが残した最後のプレゼントさ。分かったそんな武器持ってたって二人じゃすぐ殺されちまうよ。ただ組長を本気にさせただけでも大したもんだけどな。うるさいよ、うん、あさあアミ行くよ。なんだよ、マジで来たのかよ。父さんと母さん怒ってるからさ、めんどくさくなる前に早く死んでよね。なんだとこのガキ。あれ、何これ。うし、でも息子を守る。愛する家族のために鬼になれるのは貴様らだけではない。聞け、我らは貴様らに息子を殺された報復のために組織された異族集団スーパー異族。貴様ら、息子の胸を受けてみよう。Ah!
防弾チョッキだったなんて。間違えた。待たせたな、アミ。俺を倒せるかな。我が忍び最強武器、処刑剣を食らえ。
つまらぬものを切ってしまったわ。あと数分後にはお前は死に、俺を恨むことすらできなくなる。それでも俺を殺したかったらこっちへ来い。よくもミキを。ミキ。半蔵様の魂の前で死ね。閻魔覆滅、あの世で半蔵様に謝れ。ざまあ見やがれ、この鬼畜ヤクザが。今やられる。出るか。危ない。ミキ、あなたのところへ私も行きたい。でも待っていて、木村翔はまだ本堂にいる。奴の首をはねるまで私は死ねない。僕はここだよ。怖いよ。三人のいじめられっ子を盾にしてみたんだ。僕を殺したかったら言ってもいいけど、こいつらも死んじゃうよ。どこまで卑怯なガキなの。忍びは生き残るためにどんな卑怯なことでもできないといけないのよ。父親より翔の方が忍者の素質があるわ。私の育て方が良かったから。このバカ女、愛を知らない奴が子供を愛することなんてできやしないんだよ。
ごめんなさいね。私ね、特製の下着をつけてるの。鋼鉄のドリルブラよ。まさか。そう、そのまさかよ。どう？この下着。ドリルの味を楽しみなさい。ドリルブラの味は。どうよ。今度は顔よ。情が当たりになったね。家族で地獄へ行きな。いい？山を降りて町の人に助けを求めるの。それで警察に言うのよ。たくさんの人が死んで、全部ヒューガーミって女がやったって。もう行きなさい。今度いじめられても負けちゃダメよ。絶対だよ。うん、僕お姉さんみたいに強くなるよ。終わったよ、ユウ。バカな姉さんだよね。きっと軽蔑してるよね。ユウ。